ランさんとべっちゃんはいつも腹減り。はい、今週もいつも腹減りの時間でーす。今週もです。お願いします。はい。お願いします。お願いします。なんかもう4月も2週目、3週目？3週目ですかね。ね。早っ。ちょっと聞いてみたいんですけど、2人に。はい。まあ別に4月だからってことでもないんですけど、最近なんかめっちゃ泣いたことって何ですか？何だろう、テレビ見、なんかドラマ見たとか映画見たとかでも全然いいですし、なんか感動して泣いたこと。いつ泣いた？感動して。私ね、どんな時でもこれ聞いたら泣いちゃうっていう曲があるんですけど、ドリカムの曲で、またねって曲知りません？あ、知ってます。ワンピースのなんか主題歌になったのかな、映画の。なんかやっぱり行っちゃうんだね、でまたね、また会おうねみたいな、まあ曲なんですけど、その心情をなんかそのメロディーの乗せ方とか、なんだろう、すっごい泣けるんですよ。聞いてほしいんですけど、今の時期。どうぞ。いや、いい歌えないよ。いや、もうマジでね、もうね、そのフレーズを言っても泣いちゃうぐらい結構なんか来ちゃうんですよ、私の涙腺に。そう、それこそね、3月とか4月とかってね、出会いだったり別れだったり、そういう時の心情に本当にぴったりな曲なんですよ。歌詞とかちょっと見ながら聴いてほしいですね。なんかすっごい泣ける。あんまりそういう、なんですか、自分自身は別れて寂しいっていう場面にそんなにこういっぱい遭遇したことはないんですけど、実体験で。でも、なんかその歌聞くと、うわー、この人本当に名残惜しくて、でも言ってほしくないけど、相手の成長とかその未来のために、あの別れを惜しいんだけど悲しくないように振る舞おうっていう気持ちがすごいこう出てるんですよ、歌詞に。そう、なんかこううまく言えないけど、そうなんですよ。いつ聞いたの、それ最近。いつ聞いたかな。いや、だから逆にあえて聞いてないんですよ、泣いちゃうから。逆に。そう、めっちゃいい歌だなと思うんだけど、なんかもう思い出したらもうブワってなっちゃうから、もう聞かないようにしてるんですよ。それはそのさっき言ったワンピースの主題歌、なんかテーマになった時に。そうです、そうです。初めて聞いた、その印象が強い。初め、いや、ワンピースだから聞いたっていうわけじゃなくて、結構その頃ドリカムがこう新曲出たら、アルバムが出たら買うみたいな時期だったんですよ、私的に。で、あ、今度も新しいの出たんだなと思って、そのアルバムを買って聞いたんですよね。で、ああ、そういえばこんな曲あったなーって、確かワンピースの曲だったよねーって感じで聴いたらもう止まらなかったです。なんか涙が。なるほど。そう。すごい熱く語ったね。語りすぎましたかね。すみません。いやいや、いいですよ。そう、そういう涙。私、なんかの映画だったかな、家でテレビ見てた時に、もう全然涙止まんなくて、もうなんかもうおえつするぐらい、もうおえってなるぐらい。それは何？泣いたのがあったけど何だったっけ。泣いたことは覚えてるけどってことか。そう、それ自体は忘れちゃったって。肝心の作品なんだったっけな。でも
映画だとしたら結構ずっと見てたってことですよね。最初から見てないとそこまで泣けないですもんね。2時間ちょいぐらい見てたような気がするんだけどな。あ、じゃあやっぱり映画だ。うん、何だったっけな。結構昔ってこと？いや、半年ぐらい前。結構最近。何だったかな、忘れちゃった。あ、でもありましたね、うん、なんかでも感動っていうよりなんかもう悲しくて。あ、悲しい。うん、その映画の主人公があまりにも苦難に立ち向かって。なんだったかな、なんかもうなんか、いや、やめてくれみたいな、なんかもうそんな感情だったような気がします。あ、やめてくれ。じゃあひどい目にあったんですかね、なんかね、こう感情に訴えるような。多分そうだったと思う。はは、そういう、最近映画も見てないもんな。もうなんか子供がいると全然見れなくて、長い時間。2月、1月かな、2月かな、うん、映画見て おえつしましたよ。おえつしましたね。やっぱりそれぐらいに。あのね、これは実はね、僕そんなに、まあ、映画はちょこちょこ見るんですけど、うん、言うてそんなに泣いたり、なんか悲しい話とか感動的な話では泣かないんですよ。まあドラマとかもですけどね。でもその僕この今年見た映画、そのおえつした映画って5年ぐらい前にその公開された時に、うん、映画館で見て、うん、おえつして、うん、それをまあほんと5年ぶりぐらいと思うんですけどね、5年ぶりぐらいに、今年またもう一回見てまたおえつしたんですけど。あ、ほら、全くじゃあ感情がってなく、ミリカローデンであったんですよ、上映会が。僕もこの間ミリカローネでちょっと講演させてもらったんですけど、うん、その一つ前の講演が映画監督の江口さんって人を呼んで、うん、その人の作品を見るっていうイベントがあって、うんうんうん、はいはいはい、まあ、そう、江口さんって僕の大学の先輩なんですけど。あ、そうなんですね。そうで、その方がゲストで来て映画を一通り見終わった後にそのトークを聞くっていう非常に贅沢なイベントを僕もちょっと一緒に企画させてもらってやったんですけど、うん、その時に、まあ、その江口さんの作品を一個流そうって時にもう僕個人的な趣味でこれお願いしますって言って流してもらったのがその映画で。これはね、でもね、正直申し訳ないけど二人は多分泣けないかもしれないなっていう映画で。あ、そうなんだ。なんだろう、もうまさにこの40代の親父が見て泣く映画なんですよ。あー、そういうこと。そう、まあ、ちょっと簡単にあらすじを言うとね、うん、はい、まあ、本当僕ぐらい、あ、主人公がそう、まあ、40代の親父なんですけど、うんうん、実は元プロ野球選手なんですよ。あー、もうなんかもうその時点で好きそうだな、人さんが。まあそうだね、福岡が舞台だからもうちゃんとホークスのユニフォーム着てる選手なんですけど、なんかちょっとこうなんていうのかな、やさぐれな感じで、うん、で なんかまあだんだん年取ってきて成績が出なくなって、うんうん、で周りのなんか夜街歩いてるとファンみたいな若い男の子に、あいつだとか言って、お前全然最近打たれてばっかじゃねえかよみたいな感じで、なんかこう嫌ごと言われるんですよ。なんかなんもう自分が年取ってくることでだんだんこうイライラしてきて、うん、でなんかある日ね、そうやってそう因縁つけられた時になんかこう傷害事件しちゃうんですよ。なんかあ打ってしまって、でそのまま、はい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 、そのまま辞めさせられちゃって、あ、球界追放されちゃう、はい、でまあ、で家族にも奥さんにもガンガン言われて、でなんかもうその後 パチンコにずっと通ったりとか、あ、なんか転落人生だ。そう、なんか飲み屋のお姉ちゃんに手出したりとかして、うわ、離れられてみたいな感じの、まあでもなんかそのもうその時点でさ、なんかこのそのね、気持ちが半分ぐらい分かっちゃうんですよ。なんかこう40代の男のこの哀愁みたいなところでさ、うーん、そうなりたい自分もいるってことですか。なりたくはないんだよ、なりたくはないけどなってしまうんだろうな、俺もこうなった時にっていうことですよ。あー、なるほど、一歩間違えれば
そう、なんかあこういうあもうだから2人には分かんないだろうなみたいな。あなるほど。そのそいつがもう本当にあの、まあ、奥さんも逃げていくんだけど、うん、あの子供がいるのね、まだ小さい、まあ、小学生ぐらいの子供がいて、うん、野球を、うん、お父さんに憧れて野球を習い始めてるんだけど、うん、まあ、もう親父は家にいないわけですよ。でまあたまに奥さんから電話かかってきて、息子がね久しぶりに会いたがってるから会ってくれないかって言われて、うんうん、じゃあキャッチボールしようみたいな感じでさ、グローブを買ってやるからとか言って、うんうん、お父さんね野球選手って知ってるからすごくこう喜んで公園で待ってるんだけど、うん、なんかパチンコでいっぱいこう球が当たり始めて、それからそれをずっと続けてしまって、息子との約束の時間をすっぽかして、うん、遅れちゃうんだ、うん、もう子供がいなもう帰ってるみたいな、うえもうなんかそのそういうもうそういうどんどん人生が落ちていくんですけど、うん、でも その後に、まあ、それであるきっかけでなんかこうやっぱりこう目標を見つけなきゃいかんって言って競輪の選手を目指すんですよ。すごい。でももう40代にしてね、うんうん、でももちろんもっとプロ野球選手で体はね月はある程度いいものの、競輪は素人だから、うんうん、その競輪が選手養成所みたいに入るんだけど、うんもう周りはもう20代とかのねこうバリバリの 若い卵みたいな人がいっぱい頑張ってる中で、うん、もう毎日酒飲んでた体がなまってる40代の人がこう、まあ、それでもこうそんな後もいろいろあるんですけど、うん、紆余曲折こう努力をしていくみたいな、そういう映画です。はあ、映画のタイトル聞いていいですか。まあ、ガチ星っていうんですけど、ガチ星、ガチっていうのはカタカナで星っていうような感じですけど、はあ、でもなちょっとこの同世代の僕にしかわからない映画かもしれないなっていう。でもねそれを見ると、ねまあ、もう終始泣きっぱなしなんですよこれが。へえ。まあでもハッピーエンドになってほしいですね、そこまで聞いたらね。ここが最後がね、まあ、これはちょっとネタバレになるんで。そうですそうですよね、うん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 、まあハッピーエンドでもないかなって。今、まあ、でもそうバッドエンドでももちろんないんですけど、うん、うん、なんかね分かるんですよ、うん、うん、なんかどっちにもなりそうなお話だなと思って、うんうん、やっぱ最後がすごくこう僕は好きですね、終わり方としてはね、うん、なんかこうすっきりもしない、人によってはすっきりしないでかもしれないけど、なんか最後のそのモヤモヤな感じももう、こう終始モヤモヤな感じだからこの映画は、なんか最後はね、あの見る人に委ねる感じでしょ。まあそうだね、まあ、うん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 、そうだよなって言って、そうだよなって言って終わる感じ。まあ、これもなるほど、まあ、バンバンちゃんだったら ご主人と一緒に見てもいいかもしれないけどね。あそうですね、なるほど、夫はいいかもしれませんね。なんか面白いよ、面白い映画ですよ。あの本当でも、まあ、ちょっと前になるんですけど、それエミリカで上映会をさせてもらって結構、いやでもいいですね、入ってと、うん、あの監督にも来てもらって、その後トークをしてもらったんですけど、うんうん、なんかそのね映画って作る側の話をちゃんと聞くとすごく面白かったり、うん、で、あのまあもう実は結構その江口さんって僕の大学の先輩さんも、まあ、結構10個ぐらい上の先輩なんですけど、もともとはね有名なところでいくと、東京オリンピックが去年あったじゃないですか。はい、あれをこう招致してた時の話知ってます？いや、知らない。おもてなしの映像、うんうんうん、それは覚えてます。日川クリステルの、うんうん、あのプロモーション映像を作った人なんですよね。へえ、すごい。それとか、あとちょっとこれも有名になっちゃった、途中一時期有名になってたけど、小倉の町を舞台に、うん、あのこれホンダの車のコマーシャルなんだけど、町の中でずっと野球する CM してる、うん、あのね神スイングとか言ってさ、女の子がめっちゃいいスイングでホームラン打つシーンがあって、その人が結構その後ブレイクしたんだけど、
それも結構有名な CM で、まあ、それも撮ったりとか、最近は結構ほらあの V6 の岡田准一くんが主人公の映画とかも撮っておられるんだけど、へー、すごいね、面白い監督なんですよ、それが。へー、そうなんだ。そんな方が先輩なんですね、すごいですね。確かに、そうね、まあもう結構全国的には有名な人ですよね。で、ミリカに来てくれてね。いつも腹減り。まあおいおい泣いて泣いたっていう話ですよ。いや、なんで泣いた話をしてたかっていうと、うん、今花粉症がすごいじゃないですか。いや、もうたまんないっす、はい、もうほんとたまんないっす。物理的な涙が。そう、2人は花粉症ではないの？私は全く違います。ラーさんも？薬が手放せません。あ、そうなんだ。花粉症いつから？高校生からです。あ、もう人生の半分以上花粉症です。そう、高校生の時は突然なったの？なんか突然目が痒くて。あ、やっぱこういう春の時期に？そう、あ、これ来たかもしれん、もしかして。で、その年は目だけだったんですよ。はいはいはい。次の年、くしゃみが止まらなかったんですよ。おー、鼻。はい、でも目は痒くなかったんですよ。いいいいいい。で、その次の年、鼻水がすごかったんです。うん、あ、これはもうあかんなと思って、その次の年に全部一緒に来ました。そう、目と鼻とっていろいろ違うのは何なんだろう。分かんないですね、その時のその体が反応してるかどうかってことか。そう、反応部位が違ったんでしょうね。そういうことか。はい。でもそれからもずっとこの季節は鼻も目もって感じ？イエス。なんか大変だよね。人ごとだな。いや、まあ、バンバンちゃんと一緒、僕は全く今のところはない、まあ、家族はね、親父とかあったりしたから、うん、なんか DNA 的にはいつか来るかな、怖いなとはずっと思ってるものの、はい、僕は今のところまあおかげさまでないんですけど、もうアレグラが手放せません。やっぱアレグラって聞くんですか？聞くし、乾燥しないんですよ、喉が。で、だいたい花粉症の薬ってその鼻とか喉とかの水分をなんていうんですか、こう乾燥させて鼻水とかを出さないようになんかしてるらしくって、すっか乾燥すると出そうとするな、人間って。鼻水とか、あ、いやいや、そので、出そうとするからその水を止めるみたいな、キュッてなんか水道の蛇口止めるみたいな感じで、すっごい喉痛くなるんですよね、花粉症の薬飲むと。でもアレグラは飲んでも喉痛くなんないんですよ、そこまで乾燥しなくて。適度に潤いがある。そう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 、だし眠くもならない。あれは何、錠剤？錠剤ですね。本当はなんか2錠飲むらしいんですけど、私1錠でも効いてくれるので、とりあえず1錠で飲んでます。なんか大変だよね。大変ですよ。またもう鼻の下カビカビ。僕、まあ、僕幸い花粉症はないんですけど、やっぱまあ例えば冬場とかちょっと風邪ひいたりしてね、うん、鼻がぐすぐすいったり、なんかこうちょっと頭がぼーっとしたり、鼻が詰まったりとかしただけでも、うん、なんかもう全てのやる気を失ってしまうわけですよ。うん、わかる。それもう私ちょっと不調でもダメだもん、私も。でしょ、だからなんかもうそんな花粉症とか朝起きて、うん、もう家の中でもやっぱきついの。あいのだって今日起きた瞬間にくしゃみ3回しましたからね。あ、そういう日は、あ、もう今日はあかんと思って薬飲むんですけど。あ、これは4月に入ったぐらいの時、これ杉花粉ってことですよね、今の時期。いえ、ヒノキです。ヒノキ花粉。ヒノキです、もうすでにヒノキです。ラーさん、あれだよ、中川市から引っ越した方がいいよ。やだー。中川はヒノキの町じゃんか。そうな
んですよ。そうもうね、ほんとヒノキ。僕はね、まあヒノキが多いんですよ。そう、杉よりヒノキ。そうなんだ。だからね、もうほんとヒノキの時期に、杉の時期よりやっぱヒノキの時期の方がひどいですよね、私症状が。じゃあ杉はちょっと早め？あ、もっと早いです。あの2月の中旬くらいだったかな。ね、なだって前ね、ラオさんと2人でお話ししたとき、花粉症の話しましたもんね。その時期ぐらいにね。あ、出始めたーっつって、うんうん。そうそうそう。で、今はヒノキ。ヒノキ。いつぐらいまで続くもんなんですか？5月頭くらいまで。それでパタッとこう終わるもんなんですか？まあなんか徐々に、あ、なんかくしゃみ止まってきたなみたいな。弱くなってくるんだ。そうですね。あ、なんかよくあのほら花粉症ってこう、まあね、生まれてからずっとの人もいるかもしれないけど、そうやって高校生とか大人になってからとかもなったりするじゃないですか。しますね、あれってなんかこう許容範囲的、許容的な話をするじゃん。しますね。ありますね。なんか器が溢れてきたら症状が出てくるとか言いますよね、うんうん、あれは本当なんですか？どうなんですかね。でも なんとなくそうじゃないかなと思いますよ。人によってその器の量が違うだけで、うんうんうん、だから2人もいずれはコップから水が溢れるように花粉症の症状が出るんですよ。早くこっちに来ましょう。やだな。マスクしてるから、マスクしてるから大丈夫。あんなね、マスクでね抑えられるようなね、やわな花粉じゃないですよ。マスクしてたってね、くしゃみと鼻水は止まんないんですよ。厄介だな。でもいや、涙つながりでいくとですね、今ちょっとネットで調べてみたんですけれども、はい、よく言うじゃないですか、涙を流すことによるストレス発散とか。いますね。ね、うんうん、でまあ、今実際ちょっと調べてみるとですね、うん、涙を流すことは身体を落ち着かせる副交感神経を活性化することにつながるため、ね、リラックス効果が得られるといいます。うん、その仕組みとしては涙を流すと人間の自律神経が緊張や興奮を促す交感神経が優位な状態から、うん、脳がリラックスした状態である副交感神経が優位な状態にスイッチが切り替わることである。うん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 、だから涙を流すということで副交感神経の方が活発になる、イコールリラックス状態になるっていう科学的な根拠もあるっぽいですね。涙を流すことはいいことなんですね。なるほど。まあ、簡単に言うと心がすっきりするみたいな、そういうことらしいですよ。あ、でも今思い出しました、一個、うん、涙を流した映画がそういえばあった。しかもあ、出た、エンドロールで。え、これ、そう、終わったエンドロール、スタッフロールあるじゃないですか。あれで号泣したんですよね。あの「惑う」っていう映画が、知ってる、なんか聞いたことある。あ、本当ですか。あの、静岡県の三島市を舞台にした映画なんですけど、はい、ほうほう。でその本当に三島市の方が手作りというか、監督とか当然ね、あのプロの方全部呼んできて、あの役者さんとかも、あの方、宮崎美子さん、はいはい、とか、うんうん、佐藤ひとみさんとか、うん、が出られてる。本当、もう役者さんはもう大体、あ、名前知ってる、顔知ってるっていう方がみんな出られてる映画なんですけど、その裏方ですよね、うんうん、じゃあやれ弁当を用意するだの、やれ、うん、舞台の交渉、そのね、撮影の許可とか、そういうの全部地元の方がされてる映画なんですよ。はいはいはい。で最終的にマネーの話になるじゃないですか、うんうん、映画作るのにも膨大なね資金が必要になるんで、それもね、三島の方が手出しで寄付で、
されてて、うん、その寄付した方の名前が全部載ってるんですよ、エンドロール。なるほど。すっごい方、いっぱいの人の名前がずわーって載るんですね、うん、もうそれがなんかもう、うん、もうこの素敵な作品がこんなにたくさんの人の手によって作られたのか、うわーしてじゃその情景を思い浮かべてしまったの。はい、めっちゃ思い浮かべました。ちょっとねこの映画はね本当にね見てほしい、見てほしい。あのね上映されてるところがもうないのでお呼びするしかないんですけど、うん、いや本当にねあれはね泣きますよ。気になる。 DVD とかにはなってないってことですね。なってない。もうあのフィルム1本貸し出しいくらみたいな、うん、だからもしかするとそのミリカとかがやってくれるんだったらそのねあの入場料じゃないですけど閲覧料というか払って見れるかもしれないけど、うんうんうん、結局これねラーさん思い出したよ、一緒にその人と飲んだよね。そうですそうです、あの方です。だから聞いたことあったんだ。そう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 、その仕掛けたねあの市役所の方と一緒にご飯食べたことがあって。ああそうなんだ。へそうそうそう。でいやこれはさっきのね江口さんの話にもつながってくるんですけど、ちょっとまた真面目な話をすると、うん、やっぱ映画って誰がお金出すかで全然こう作品が変わってくるっていうじゃないですか、うん、うんうん、ね、江口さんもそのさっき あのガチ星っていう映画も結局大きなスポンサーとかを使わずに、うん、その本当に競輪業界、まあ、競輪がテーマの後半は競輪の選手の話なんで、うんうん、競輪業界をなんとかしようみたいなその競輪業界を頑張ってる人たちがみんなでお金をなんかちょっとずつ集めてきて作った映画みたいな感じがあって、うん、結局ほらねなんか大きなスポンサーがついてくれたりとか、うん、あのね、そういうところが来るともちろん、ね、資金的には有利になるから、うんうん、なんかこういい映画、いや、いい意味ではそういう意味ではいい映画が作れる可能性はあるんだけど、うん、やれそのねこの俳優を使ってくれとか、うん、こんな話にしてほしいみたいないろんなその注文もつくわけで、そうそうそう、結局その監督さんとかねなどの作ってる人たちが作りたい映画にならずに終わってしまうみたいなことって多々あるんですよねやっぱりね、うんうん、だからそのやっぱ今の惑うっていう映画も多分ね、どなたか発起人がいらっしゃって、うん、こういう街の中でこういう映画作りたいみたいな話があった時に、うん、やっぱどうしてもお金の話って出てくるんですけど、うん、多分そこをねなんか大きな資本とかに頼らずにただみんなでお金集めながら作ったからこそ多分そういう作品ができたみたいな、そこも含めて感動しちゃうみたいな話ですよね。そうです、おっしゃる通りです。いいじゃないですか。いやもうみんなで裏方でその、ね、スタッフさんとか役者さんの弁当を毎日、ね、うん、作ってあのタッパーに詰めてみたいな話も聞いてたんで、うーみたいななんかその人たちが初めてこの作品を見た時って相当感動したんだろうなっていう情景を思い浮かべて、ね、感動してるみたいな。そう、そのスタッフロールのその量でももううわーってなるほど、なりましたね。まあそのクラウドファンディングって今ね、うんうん、ありますけど、はい、まさにそれと同じ発想ですよね。そうですね、みんなでとかこう力を合わせ、元気玉のように力を合わせながら、そうそうそう、ちょっとずつちょっとずつでも大きい力になっていくっていうね、うん、いい涙を流したわけですね。そうですね、もうあれは泣きましたね。だいぶ副交感神経が活性化したんだと思いますよ。いや本当そうだと思います。もうあの夜はぐっすり寝れましたそう、いや いい涙流したいですね。本当ですね。いや本当そうですよ心揺さぶられる何かで泣きたいですね。今日久しぶりにドリカム聞いてみたら。確かに久しぶりにドリカム聞こうかな。私もハラヘリ。
もう一人になった時にあの聞こうと思う。じゃあもう一回曲のタイトルもう一回言ってください。あ、またねっていうタイトルです。ドリームスカムトゥルー。ぜひ放送聞きの方も終わった後聞いてもらえたらと思います。はい、じゃあバンバンちゃんどうぞ。はい、ではお手を拝借いたしまして歌ってってこと。何やだよ、歌えないよ歌えない。先週の放送ぐらいでも俺歌わせたね、なんかね何でしたっけあれ、歌いましたよねそうそう、セロリはセロリ、セロリ歌わされセロリだったそうそう、むちゃぶるね、むちゃぶるなそんなにうまい方じゃないからね、しかも軽音してたのに、軽音楽部してたのに。いやもうそれはもう自分で自分をうまいって言えるほどはうまくないと思ってますいつかバンバンコンサートもしてください。いやカラオケとかもね行きたいんですけどね、本当に、そう発散したいですね。まあ涙で発散してみようと思いましたということで、はい、はい、今度こそタイミング合ってる、合ってるでは今週もお疲れ様でした、はい、お手を拝借いたしまして、はい、はい、せーの、ごちそうさまでした